はい、さい。私の名前はガジャ武宏。生まれは1941年7月6日。私が空手、始めたのは自分高校時代にから沖縄の3つの三大文化の、文化遺産である三線、踊り、空手、その3つは自分絶対やるという決めたんですけど、事情があって三線はできなくて、踊りちょっと習ってそれから空手やりました。で、空手は若い時は1ヶ月2ヶ月ちょびちょびやって、それから続けたのはもう27、8頃からもうずっと続けてたんですけど、自分は空手やろうと思ったのは指導者になるつもりはその通りなかったんですけど、沖縄の文化遺産の一つである空手をもう続けてやってきたんですけど、その空手は、自分をもう どこ打たれても痛くないという、まあ、若かったからそういう気持ちもあったんですけど、でやって自分も追い切るも最初から追い切る目指していましたので、で追い切る のもうとにかく打たれても痛くないような体を作りたくてやったんですけど、初段取るのにもう4年かかりました。で、三鎮を、先生がもうずっともう三鎮の基本をみっちりやって、友達が上に進もうと言ってもやっぱり先生がいや、そのまま三鎮の歩き方とかこうやって、いや、役頭の先輩がこうやっていかないと上に上がっていけないよというもんで、試験受けないと上に上がっていけないよと、試験受けて合格して初段取るのに4年かかりました。で、自分がその後練習しながらですね、私が続けてこられたのは当時皆さんがこの前に床掃除ですね、友達3名いたんですけど、その3名ですね、自分たちは死ぬまで借りて続けようなというその言葉でよしと言って、今3名は現役です。で、その友達のおかげで今まで来れたんですけど、空手もやってですね、とても良かったことは友達がたくさんできること、それがもう一番良かったですね。で、その後友達練習しながら、段も上がっていったんですけど、まさか自分が人に指導するということは考えていませんでした。で、やればやるほど難しいになりますもんですから、で、また私の先生、糸数成功先生ってですね、なんですけど、とても細かい技とかスピードもあってですね、もうものすごいスピード、肩もとても速かったんですよ。で、細かいこう技はもう、そうですね、もう他の見たことないような先生の技、これありしてずっと習っていたんですけど、それから、10年ちょっとで五段取ってあと、道場持つようになって、で道場も持てばまた練習生に、自分の練習生に生徒に対してやっぱり自分が正確に教えんといかんと言われてやったんですけど、で五段六段こうって弟子なんかですね、特に私は精神面を技、体
審議体ですね。それに対してももう特に空手はやればやるほどですね、心が正しくないとできないって、また自分もこういう心を正しい人でないと教えないという気持ちです。だからこう人を見る目、空手やってですね、なんていうんですか、仕事中も自信を持ってですね、決断力、うん、で仕事中これどうしようかですね、例えば部下なんかが話聞いたら足のせいでもうはっきりとピチャッと言って、こう決断力がついてですね、空手やって他の面でもいろんな面で得することがいっぱいあります、うん、だから自分はずっと先生の教えを守って、また自分が習った通りのことを教えていきたいと思います。で外国にもたくさん弟子がいるんですけど、うん、やっぱり沖縄の心、こう空手マンの心の中ですね、これを教えるのはとてもまた難しい。外国人に沖縄の空手マンの心を伝えるのは大変言葉のあれもありますけど難しくてですね、でだんだんやっぱりその弟子なんかも上に行けば行くほど、分かってきてですね、うん、その時はとても教えてよかったというのもあります、うん、先生私は今地元湯の原ですけど、で自分が小さい頃終戦直後ですかね、その時に自分の家から50メーターぐらいのところにある先生、亡くなったんですけど、とても偉い先生がいらしてですね、で自分が幼稚園生の頃はもう夕方になるとでっかい、青年たちがですね、自分のお家の門の前からその山の方に道場に向かって歩いていくのを、何しに行くんだろうって言って、夕方いつも大体同じ、もう夕暮れになったら行きますので、ついて行ってですね、何しに行くんかって中見たら、もうやっぱりその人たちが空手町原パチパチしてですね、少林流だったんです。少林流の道場がありまして、でそこを見に行って、昔は、今は垣根はブロックですけど、昔は板でこうやってその板の間の隙間からこう覗いてですね、ああ見て、うん、わあすごいなと、とても羨ましかったんですね、うん、で後で、その時のその先生はまた那覇に移ったもんですから、でもう道場は閉まったんですけど、私が初めて見たのも少林流ですね。で高校の時も友達は少林に、学校には少林と豪中の道場がありました。で私が友達に一緒にやろうやろう誘われたんですけど、やっぱり何か自分を一流やってて、それとまた順序がありますから、三振、先ほど申し上げました通り三振踊り、その絶対やるつもりで順番ですね、うん、やったんですけど、やっぱりその一つ、沖縄の文化遺産の一つである空手をですね、続けてこられて、とても、自分自身、嬉しく思うんですけど、やっぱり責任重大で、まだまだやっぱり練習積んでですね、行きたいと思います。最初はですね、おいち先生なんかこうあれをまた先輩方でですね、とてもすごい、恐ろしいとすごいあれだなと思ったんですけど、そのおいち先生なんかも会って話したらですね、もう本当神様にね、心も優しくてですね、で先生 の話聞きましたら、先生のお父さんであります上地寛文先生ですね、庭の木にこう手刀でこう指を突っ込んですね、こういうふうに
直接もう一会員先生から聞いたんですけど、このようにやれってみたいですね。それであの大石先生の歩く道場内での歩くときは絶対かかとつけなかったですね。こう指先で道場行ったり来たりして、ね、まあそばから見たらちょっと何かなと思ったんですけど、思うんですけど、もう先生の親指見たらびっくりしてですね、もうとてもこのもう親指が足の指がもう太くてですね、あれねもうびっくりして、どうすればこんなになるのかなと思ってですね、うんうん、先生はだからあの とても優しい人でした、優しい先生でした、うん、でやっぱり先生のまた弟子の自分の先生とか先生もやっぱりこういう、うん、優しい先生から教わったものが優しい、だからあのいつも先生方はあの心正しく、うん、あのあれしなさい、小武道の先生でも又井先生でもですね、あの外国行った時に一緒に、まあ、部屋の時に先生が夜通しずっとあの心の悪い人に教えない、うん、あのだからそれを見る目をただやる習うだけじゃなくて、この人を見る目をですねあれやって、それで心正しい人には教えるけど、ちょっと心の周りには教えないという、で自分自身も何かともうこう見てですね、あのここ見れるように見て判断できるようにですね、もしこういう人がいたらあの優しくあの借りて修行させて、借りても体も心もですね、あの正しいようにあの引っ張っていこうと、導く行こうと思ってます。で空手は一番もうあの心擬態ですね、うん、前あの糸風先生の場合は若狭道場ってですね、昔那覇の妙と場所にあったんですけど、あの時はあの週に6日間6日間6時から10時までだったんですけど、であのとその時から先生はあのよし今日は古武道、まあ、週に一遍ぐらいですかね、今日は古武道をやれて、先生の何日いつは古武道と決めてなくて、週に一遍ぐらいは古武道をやって、それで高校してまたあのその時は各道場巡り、他の先生方が若狭道場に来て各道場回ってまた高校して、であの何かの時は本部道場、今又石先方先生道場ですね、合同会に集まって練習しよったんですけど、であの自分がこうあの向こうに行って練習したり、あのまだこっち来て道場で練習したりこなしてたんですけど、うん、あの又石先生のからも最初はもう、まあ、そうですね、あの糸越聖光先生が若狭道場で空手も古武道も一緒にやって、それから、うん、それからあのある程度できた時にあの高度館みんな揃って行く時もあるし、自分がまた行って慣れに行く時もありました。やっぱりあの古武道だけやる人はあのちょっと空手知らない、まあ、あの空手のテクニックがあってですね、古武道でもあの威力が全然違うんです、うん、古武道だけあのそれは昔おそらくですね、あの尻から廃藩置県で各あの市町村に、まあ、村に降りていってですね、その時にあのそのある武士が、まあ、古武道だけ知ってる人は古武道を教えて、で空手やってる人は空手やるんです、で空手両方やってる人は、うん、またもいてですね、だからあの自分たちが見ても古武道へ持ち方、あの道具の振り方とか持ち方、やっぱりあの空手古武道両方やった方が、うん、空手のテクニック入れてですね、うん、でいいところ聖光先生は、まあ、やっぱりあのウェッチルやって古武道やって、
山田氏新報先生は五十少年の先生はあの踊り何でも、この三味線とかも先生はあのいろんなことを又吉先生知ってましたですね。だからあのこうやっぱり空手こう武道だけじゃなくて空手も武道両方やった方が、あのその自分自身の技の向上にはいいと思います。だからあの空手はただあの、まあ、あの体を鍛えることはもちろんですけどね。であの空手やるときにやっぱりあのただ技とかこうあの体作りとかじゃなくてやっぱりまず今後はあの心の持ちようですね。心を何ていうんですかあの、人に優しくこう、まあ、ただ結局正しい心ですね。これをあのすごい判断力がつくんですよ。あの何かの時にですね、とっさの判断、それあのやっぱりまたあの後輩には生徒にはあのその中で途中でですねあの心の正しい心を持つようにというあのそうやり、ね、教えながら空手の技も教えながらこういうやっていかないといけないと思います。特にあの外国人の場合はあのこうなんて言葉の違いから説明が届かなかったとかもあるかもしれないですけど、あのその人が見てもやっぱり何か感じる、そうですね、空手ってあの、その先生の心の中が感じられるように、あのなったらいいと思うんですけど。生産うちではねあのやっぱ八つの型がありまして三地って言ってですね、もうこれあの、体鍛える、皆さんご存知だと思うんですけど、あの叩いても引っ張ってもらうかという体を作るためにこの一番もうあの足の運びとかですね、目で呼吸法、この三つはとても大事で、であのこの三鎮を繰り返し、まあ、あの簡単みたいですけど、あの足の運びからこうあとはまた手も入れてですね、時間かかるんですけど、であの昔の先生方はもう三鎮だけやってあとはやらなくていいよというぐらい、そのぐらい大事なのあったんですけど、であのおいちるではあの例えば審査の時に長男審査とかの時にあの25点は100点満点の4分の1は三鎮なんです。だから三鎮があのとても良ければやっぱり次の技も あれです。三鎮をどんなに重く見てるかというのは、まあ、あの長男審査の点数の配合ですね、これであると分かるんです。そうですね、あの生産は一番疲れる方です。おいちるで一番疲れる方で、やっぱり自然にあのこうあの何か本当に体で使ってるなという感じが生産ですね。でおいちかんむ先生があの中国から来てたのはまず三鎮と生産と三星流ですけど、その3つなんですけど、先生の場合はあの、あの昔ですね、あの上地先生なんかがあの、まあ、あのちょうど日本と中国が国交樹立した自分ですね、最初に中国にあの上地のルーツを探しに行ったのは上地のなんですよ。上地先生と他14、5名ですかね、行った時にその行かれた方の話聞いたんですけど、あの当時中国にはこういう空手の道場とかなくてですね、あのまあ町で歩いてあの手品みたいに石を手で割るとかそういうのはあったらしいんですけど、こういう
本格的に空手を教えるというのはなかったそうです。で向こうから向こうであのあれしてお一流が行って沖縄では高校でって向こうはまたあの沖縄からその中に一人外人がいたんですよね。アメリカ人まで。で向こうの人もびっくりしてからあの外国までも向こうの手があの行ってるって。で沖縄から沖縄人たちがこうして残してあのここを広めているんだとびっくりしたらしいですね。だからあの、うん、最初に中国行ってあのその時に あるおじいさんがもう道場なくてですね、あるおじいさんがあのまずはあの85歳5、6歳のおじいさんだったらしいんですけど、まずは何か一つやってみなさいと。シェイさん使ったらですね、その中国の長老ですね、その先生が、うん、これはもうあの実践的な型であると。で今の中国ではそういうのはない。でサーカスみたいにあのよくありますよね、まあ、槍の刃に旗つけて、ああいうのはあるけど、こういう実践、これも本当に実践の型だって言ったらしいんですよ。そのおじさんはある程度枯れてやってる方ですね。だからあのシェイさんというのはやっぱりあの、うん、一番疲れます。宇宙で一番疲れますね。とサンセールの方はどんな感じですか。どんなサンセールはまたあの技がいくつもあってですね、うん、あのサンセールのサンセールウエチルの最後の方で、うん、もうあのこれはあの4段以上しかあのできないものですから、うん、これはあの、もう最も腰を落として、うん、サンシェールをずっと ある程度途中立つ時もあるけど、ほとんどがもう腰を落としてですね、そのままあの、まあ、四方八方をあのでき、まあ、あのターゲットですね。そうなんですけど、でそこで片一方のこうやったら次は体あの上げる人もいるわけです。で上げなくてもう本当はこれもう連続ですから、うん、あの立たないでそのまま一体で腰を立ちさせていってですね、あのこうするんですけど、まあたまにあの立つ人もいるんだけど、本当はもう昔から先生方はずっと同じ姿勢で腰を落としたままで行きなさいってね、うん、もう三世というのは最もスピードが必要。自分はあのうちランチでやっぱりその先ほど言ったあの自分の沖縄の伝統文化にもう誇り持ってますの でそれをあのもう自分としては三味線弾くことも羨ましい、踊りを入れても羨ましい。だけど自分からやってますから、ね、そのやってその自分の先生、まあ、先生からなった通り全くそのまま教えていく、うんうん、そのこれがあの、まあ、自分の義務として思ってるんですけど、であの特に外人なんかがこういう沖縄の島は小さいですけど、あのこれ見たらとても嬉しくてですね、あれですあの、うん、であの、うん、沖縄があのどんなにあの島は小さいけど沖縄のあれがどんなに大きいかというのはあの、まあ、これは話しやすいですけど、アメリカ の博物館であのこうウィリマスバーグって言うんですけど、でそこでもうそこはもう世の頃ぐらいの町で、これも昔18世紀ぐらいの19世紀の船の馬車が通ってるこう、うん、ちょうど移民当時で、そこで博物館で地球儀があったんですよ。1600年の製作の地球儀、あの時地球もあるかどうか分からないけど、これがあってあのこう並んで展示物を見てね、でサウナとか言ってるけど僕は
こう地球ぐるっと回したんです。で沖縄があるかなと。で中国があって、台湾にはホームされていますね。ホームさん。で、あげて、見たら、あの、グレート流中だったんです。1600年ぐらいの地球ですよ。グレート流中だって、あれの先ぐらい、島のあれは。うん。これびっくりして、もう涙が出るほど。で、自分のとアメリカの友達に、お前見てみ、見てみ、だから。そしたら、どうするって。沖縄がグレート流中の流あるよ、して。そしたら、これ見えないかって、触らないとか、触らないとか言ってるけど、こんな回して指で回して、これ触らないとか言ってるって。でもこれ、沖縄見てみて、だから。で、他の人たちももう何年、あなたにも沖縄って言うと、まあ、その、どうせ観客は多くなかったと思うんだけど、あの時、もう余計、もう、自分は沖縄の、ちょっとして、もう、誇り持ってですね。うん、その中の伝統文化の僕は沖縄の空手を継承できるようにいつも先生がおっしゃった通りになった通りまたその後輩に教えていきたいと思う。ただもう問題はやっぱりまあ、心ですね。心の正しい時に教える、うん、カルテやれば やればやるほど心が正しい方に向かっていけるようにただ技だけじゃなくて人間性もね立派になっていくようにを指導していきたいと思います、うん